third time's the charm. よう、よく来てくれたな。けどよ、アファシスちゃんも一緒なのはわかるけど、ずいぶんオーディエンスを連れてきているな。おい、こんなテンション上がること見逃すわけにはいかないよ。どうも、直接話すのは初めてじゃないかな。こんにちは。決闘だって、僕も混ぜてよ。待て待て、お前さんたち全員と挨拶していたら日が暮れちまうぜ。こういう派手なのは趣味じゃないが、まあお前さんは会った頃と比べて格段に強くなった。フリューゲルに到達して攻略の最前線にいる。今まではお前さんの実力を考えて仲間同士の集団戦にしていたが、今日は本気の手加減なしだ。1対1で俺様の実力を見せてやる。準備ができたら言え。俺様はいつでもいいぜ。油断しないように。彼は愉快なキャラクター性に反して実力はかなりのものだよ。そうね、戦闘は意外と冷静なタイプよ。あんなに熱苦しいのに、ゴキブリ並みのしぶとさをなめてはいけないわ。おい、イツキに釣りすか。ややこしい言い方してるが、すまねえな。アファシスちゃんとお前さんの絆は知っている。だが、男には引けない時があるんだ。ナザルト城、一世一代の大勝負。いざ、尋常にスタート。1対1の決闘でも負けちまうとはな。よう、お疲れ様です。アファシスちゃん、私はマスターのアファシスです。ジョーのアファシスにはなれません。でもジョーの銃への愛情は本物です。私たちいいお友達になれると思いますの。マスターもありがとうございます。とてもかっこよかったですわ。もちろんですわ。くぅ、男に涙は不要だって言うのに、なぜか目から水分が出ちまう。約束通りお前さんに俺様の一番大事なものをくれてやる。そういえばそんなことをメールに書いてたわね。何をくれるの？レアアイテム？お金？俺様だ。は？え？それはあまり欲しくないかも。だよね、同感。なんかちょっと怖い。おい、
待ってくれよお嬢ちゃんたち。このいぶし銀なトッププレイヤー、バザルト戦力アップ、友情アップ、男気アップできるんだぞ。最高のパーティーメンバーじゃねえか。結構ですわ。帰るわよ。あ、マスター、どうしたらいいでしょうか。そうだね、僕もそう思うよ。バザルト君だって自分のスコードロンがあるだろう。自分のスコードロンをほっぽってきた人のセリフではないわね。でも実際お仲間のことを考えた方がいいと思うわよ。男の約束にはちげえねえんだ。まあまあ、まずはクエストの時とかに付き合ってもらって様子を見たらどうだい。ええ、ジョーがクエストに一緒に来てくれたら心強いですわ。だよな、そうだろう。というわけでこれからは俺様も仲間に入れてもらうからな。よろしく頼むぜ。Don't even have. Bro. キリト、どうしたの？突然全員集合なんて珍しい。フィールドボス討伐ですか、うん、それとも大規模クエストとか。ああ、実は突然で悪いんだけど、みんなしばらく GGO にログインしないでほしい。そんな、 SBC フリューゲルの攻略はどうするの？どういうことかしら。もちろん相応の理由はあるわよね。ぜひ聞きたいな。納得がいく事情があれば考えるけど。キリト君、また何か大変なことに巻き込まれたの？違うよ、アスナさん。キリト君は自分から首を突っ込むんだよ。そうね、シャキシャキ吐きなさい、キリト。洗いざらい全部いつものように。俺ってそう見られているのか。パパの今までの行動を統計すると、ママやリーファさんたちが言っていることは正しいです。なるほど、参考になります。私もユイやプレミアまで。まあアスナたちが正解なんだけどさ。けど今回は俺から首を突っ込んだわけじゃないぞ。ある人物から連絡があったんだ。 GGO で不穏な事件が起きているってさ。ある人物？わけあって誰かは言えないんだけど、昔ある事件をきっかけに知り合ったお役人でさ、 VR ゲームには詳しくないからってたまに調査を頼まれたりしているんだ。役人？
それって警察とか？まさかキリトさんってリアルでは偉い人なの？そんなことないよ。俺はあくまでも善意で協力している一般市民さ。これから話すことは機密情報なんだ。本当はみんなが GGO を離れていてくれればいいんだけど、それだけじゃ納得できないな。だから依頼を引き受ける条件として君たちに情報の一部を話す許可を得ている。家族や仲間にも言わないでほしい。約束してくれるか？分かったわ、約束する。先日死亡事故が2件起きた。どちらも一人暮らしで、発見が遅れたせいで死体はだいぶ傷んでいたけど、司法解剖の結果死因は急性心不全と判断された。二人とも VR ゲームをプレイ中に死んだそうだ。ゲーム中の不幸な死というわけね。ああ、不幸な事故と言えるだろう。だけど彼らはあるゲームのトッププレイヤーだった。つまりあるゲームって GGO なのね。正解。ランキングに入っているプレイヤーだから知っているかな。ゼクシード、それにウスシオタラコという名のプレイヤーだ。ゼクシードってこの前 MMO ストリームに出ていた人でしょ。ほら、変な人に銃で撃たれた。銃で撃たれた？そいつはデスガンと名乗らなかったか？ええ、デスガンと名乗ったわ。確か拳銃を持っていたはず。ウスシオタラコもそのデスガンに撃たれた直後、急にログアウトして音信不通になったらしい。そうか、君たちも目撃していたのか。何か他に覚えていることは？アバター名はプライバシー機能で隠されていたよ。顔はマスクで全体を覆っていたのでわからない。身長はクライン君と同じくらい、細身のよく鍛えられた体をしていた。それとあいつが使っていた拳銃はこれかな。これがデスガンの銃。この銃はなんで？シノン。シノンさん、どうしたの？シノン、大丈夫よ。私たちはここにいるわ。ごめん、少し気分が悪くなって。うん、そうだね。疲れているんじゃないかな。あっちの部屋で休みましょう。ほら、行こう。横になった方がいいから。アスナはキリトの話を聞かないと。あとは僕に任せて。分かった、お願い。話が終わったら私もすぐに行くから。ユキさん、私も手伝います。私も付き添うわ。さ、こっちに。仲間なら心配すべきだろうけど、事情は聞かないでおくよ。シノンちゃんは急に具合が悪くなった。みんなありがとう。悪いけどシノンにもそう言っておくね。気にするだろうから。キリト君、さっきの話だけど、まさか GGO で殺人が起きたとでも言うの？ GGO の使用、そしてアミスフィアの性能から言っても人を殺すことは不可能だ。そうよ、 GGO はソードアートオンラインじゃない。だけど二人死んでいるんだよね。それもデスガンに撃たれた直後に強制ログアウトして音信不通だ。え、じゃあ何？ GGO で殺されちゃう可能性があるってこと？でもどうやって？アミスフィアは安全なんでしょ？だけどキリト君は可能性があると思っているんだよね。だから私たちに当分ログインするなって言ったんでしょ？あくまでも万が一の可能性を考えてだ。俺たちの知らない抜け道があるのかもしれない。私はしばらく GGO を離れてもいいよ。ただしキリト君も一緒ならね。俺は調査があるから残るよ。デスガンが何者か、その目的を突き止めないと。でしょ？だから私も残ります。キリト君一人じゃ心配だもの。うん、キリト君一人残すわけないじゃない。
クレハさんたちは念のためしばらく来ない方がいいと思うけど。その結論を出す前にデスガンの目的は何なのかが気になるな。今のところ有名プレイヤーを狙っているようだ。デスガンが大勢のプレイヤーの前で裁きとか力といった発言とともに特定の個人への恨みではないのかな。そうだね。僕が見た時もゼクシード個人というよりはもっと大きなものへの強い感情を感じたよ。証拠はないけれどトッププレイヤー狙いの可能性が高いか。そうするとこの中ではキリト君、アスナ君、シノン君、セリスカ君についでに僕もかな。そして君だ。驚くのも信じられないのも当たり前だよな。俺だって GGO で殺人が起こせるわけがないと思っている。ゲーム内からの干渉で現実世界の人間の心臓を止めることはできない。あくまで偶然の一致、それが俺の結論だ。でもデスガンの存在が気になる。音声の録音データだけ聞くことができたんだけど、デスガンからは本物の殺意を感じた。本物のねえ。今後のことはよく考えてほしい。俺はここで待っているから、結論が出たら教えてくれ。みんなも迷っているみたいだな。君が相談に乗ってあげてほしい。ねえ、ちょっとどういうことなの？なんでゲームで殺人が起きるのよ。それになんでキリトさんがそんな情報を知っているの？シノンも様子がおかしいし、なんか頭がごちゃごちゃよ。分かってるわよ、私もキリトさんを信じているわ。ごめん、確かにパニックになってたかも。アスナたちは冷静だったのに。すごい人たちってこういう時も違うのね。なんか自分、うんうん、独り言気にしないで。で、あんたはどうするの？私は GGO から離れたくない。 SBC フリューゲルを絶対に一番にクリアしたいから。デスガンが出てきたら返り討ちにしてやるわ。だけどあんたはアファシスの件もあって顔が売れちゃってるからね。無理に付き合えとは言わないわ。万が一あんたが狙われたら、ありえないはずだけど、そんなの考えたくもないもの。僕の考え？そうだな、少し外に出て話さないか。さすがにデスガンに今すぐ襲われるわけではないだろうし。総督府前の広場で待っているよ。ですが、うん、私がどうするか。いつも通り GGO に来るわよ。だって GGO で人が死ぬわけないもの。絶対にありえないから。ソードアートオンライン事件の後、 VR 関連の技術者は徹底的に検証を行ったわ。社会が VR を悪とみなし否定する中で、絶対の安全を謳って生まれたのがアミュスフィアなの。もう二度とソードアートオンラインのような悲劇を生まないため、 VR の発展を止めないために、もちろんソフトウェア面、ゲーム運営側も安全確認を徹底しているわ。 GGO だって外部向けの連絡先は非公開だけど、ゲーム内でのユーザーサポートはしっかりやっているでしょ。だからキリト君の懸念は理解できるけど、私は GGO を離れないわ。そうね、仲がいい友人が関連の仕事をしているの。だから GGO が安全だと私は確信しているわ。答えは出たかい？
みんなの話も聞いてみてくれ。答えは出たかい？みんなの話も聞いてみてくれ。ゲソ。Bit sus with him, cause I mean I don't know. I just feel like he's gonna kill someone, just like do something bad or something. I don't know. He's just he's, the way he's speaking is really suspicious. It might just be me. I don't know. Oh wow.I really do hope that I don't get ambushed by a certain man with a gun. 以前からただのゲーマーとは思っていなかったけど、キリト君という人物は何者なんだろうね。おそらく彼は殺人事件にデスガンが絡んでいると直感しているのだろう。つまり否定しながらも GGO で殺人が起こりうると思っているのさ。それでも冷静だし、自ら動いて事件を解明しようとしている。平和な日本で生きている人間とは思えないんだよ。僕は平和な日本で生きている人間ではないから。なんてね。冗談だよ。まあこれでも人に裏切られて死にかけたり、裏切って刺されたり撃たれたりとか、毒盛られたりとか。だから冗談だって。君は人の話を鵜呑みにしすぎる。もう少し疑った方がいいよ。僕が言うのもなんだけどさ、キリト君の話に戻そうか。僕はアスナ君たちの方に驚いたよ。死ぬ可能性を知っているようなのに、それでもキリト君と一緒にいることを選ぶなんて。ああ、キリト君のモテぶりを僻んでいるわけじゃないよ。アスナ君たちはね、死というものを認識していると思うんだ。彼女たちには信頼だけじゃない覚悟がある。どうしたらそんな関係が作れるのだろう。そんな優しい目で見ないでくれ。僕は別にそういう関係が欲しいとは思っているわけじゃない。そもそも信頼 100% の関係なんて GGO で殺人が起きるよりありえないよ。アスナ君たちはとても仲がいいけれど、絶対裏ではキリト君をめぐって苛烈な争いが起きているはずだ。でもしばらく一緒にいるけど、そんな気配が全く感じられないんだよな。それにしても優しいな君は。冗談 50%、 嘘 50% の僕の言葉に共感してくれるなんて。君はきっと平和な国に生まれ、命の危険もない生活を送り、穏やかな日々を過ごしているのだろうね。僕はね、そんな世界には退屈しかないと思っていたんだ。しかし取れないブドウは酸っぱいだけかもしれないと思い始めている。ああごめんごめん、何の話だっけ。 GGO を続けるかどうか、僕はデスガンなんか何とも思わない。ああいう毛質にとらわれた輩はよくいるし、対処法はわかるから。ただね、今はキリト君や君たちを見ていたいな。話の結論までやたらかかったな。長話は僕の悪い癖だ。君は周りがどんな意見だろうと自分で判断するだろう。だからこれでお別れにならないことを祈っている。なんてね。たかがゲームさ、気楽に考えればいい。ただし僕はデスガンなんか何とも思わないとは言ったけど、 GGO で殺人は起こらないとは言わないよ。
そうか。そうか、みんな GGO に残るのか。まあくまでも万が一の可能性だからね。ただデスガンはなんとなく嫌な感じがするんだ。はっきりとした根拠はないんだけど。だからできるだけ外に出るときは誰かと一緒に行動してほしい。君もアスナやシノンたちを気にかけてくれると助かる。俺は当分地道にデスガンの情報を集めることにするよ。奴のアバター名が分かれば知り合いがザスカーに紹介してくれるんだけど、プライバシー機能で隠されているとな。どうやって奴を見つけて近づくか。あ、もし君たちがデスガンを見かけてもむやみに近づくなよ。俺にメールをくれればすぐに行くから。ありがとう。俺も無理するつもりはないから心配しないでくれ。それに SBC フリューゲルの攻略もあるしな。みんなのログイン時間は攻略に当てて、夜中は情報収集をして、うん、平日の昼間に睡眠時間を確保できるから問題ない。その辺はぼちぼちやるよ。うちには食事をちゃんと取らないとうるさい妹もいるし。あ、そうそう、アスナたちも全員変わらずログインするって言ってたよ。俺のお目付けもあるだろうけど、やっぱり攻略に参加したいみたいだ。デスガンへの警戒は必要だけど、みんなで SBC フリューゲル最速攻略を目指そうぜ。ありませんわね。ちょっとリアルの方がね。今日は早めにログアウトしなきゃ。お姉ちゃんが超難関の国家なんとか試験を一発合格したんだって。そのお祝いをみんなでやることになってさ。それはおめでとうございます。で、良いのですよね。もちろんそうよ。私のお姉ちゃんはね、美人で頭が良くて運動もできて、もうなんというかパーフェクトなんだよね。平凡な妹にもすごく優しいし。なるほど、つまりすごい方なんですね。すごいどころじゃないって。もうみんなのアイドルよ。お父さんもお母さんも友達もみんなお姉ちゃんに夢中なの。あの人の妹なんて羨ましいって。そんないいもんじゃないのにね。そうね、せっかく GGO にいるんだもの、リアルのことなんかで腐ってちゃダメよね。でもちょっと不思議、あんただけはいつも私を構ってくれるのよね。お姉ちゃんの都合で家族が引っ越すことになった時も、みんながお姉ちゃんをお祝いする中であんただけは残念がってくれた。うむ、大変よろしい。さあ時間まで狩りに行こう。明日も一番でログインするから、あんたもちゃんと来なさいよ。頑張りましょうマスター。I have to go back.
probably not do that. でもやりに行きましょう。マガジンを持てるだけ持って全部打ち尽くしたい気分なの。大人の女性は大変なんだもの。時には溜め込んだ殺意を仮想空間で爆発させなければならないくらいに。何を言っているかわからないのですが、マスターはストレスをためられているのです。ストレスは適宜発散しないといけないのです。そうなのですね。ストレスがよくわからないのですが、なんだかとても危機的な状況ですわね。ああ、レイちゃんの天然っぷりとデイジーちゃんの冷静なツッコミ、可愛い子二人の会話は癒されるわ。マスターのストレス軽減のお役に立てるなら私もとても嬉しいです。役に立ってますとも。はあ、世の中がみんなあなたたちみたいな子だけならよかったのに。嫌味しか言えず建設的な提案ができない陰険嫌味上司なんて全て灰にしてしまいたいわ。能力主義を歌いながらもそういう無能な上司をのさばらせる会社にはグレネードをお見舞いしたいわね。せっかく次のアップデートのためにいいアイデアを思いついたのに。ああ、今のは失言だったわ。リアルの話なんてマナー違反よね。ごめんなさい。そんなことないですわ。辛いことがあるなら吐き出した方がいいですもの。どんなお話でも私に聞かせてください、マスター。ありがとう。でも大丈夫よ。リアルの嫌なことなんて GGO で銃をぶっ放せば全部消えてしまうから。正しい判断ね。さあ、今日の獲物を探しに行きましょう。I think those people walking around are Hoopers. Or at least most of them are. But then again, I can't really tell. そろそろカードキー収集を再開しましょう。カードキーを全部揃えてあのロックがかかった扉のところに向かうのです。マスターの探索ペースは素晴らしいですわ。このままの勢いで進めば有名プレイヤーの仲間入りです。さあ参りましょう。
ます。Magnetic. While its original application remains, another entry in the Midotype AR line is the improved parts that bring something to the common element. Enemy is ready. Plan shooting. Okay. Don't try and shoot. むやみに近づかぬよう。到着ね。お疲れ様。Okay, well, that didn't work as well as I thought it was going to work. As if a highly accurate optical Gatling gun with low vehicle wasn't already scary enough. Temporarily increase your defense by a very large amount.ありがとうございます。敵がいます。スナイパーを確認。むやみに近づかぬよう。止まって見えますよ。近づかない方がいいわ。近寄らないで。近づかない方がいいわ。遅いです。接近戦はいけない。むやみに近づかぬよう。止まって見えますよ。これで倒しましょう。人が集まってきてる。隙だらけよ。これで大丈夫。決めます。アスナ、感謝を。アスナ、ありがとうございます。近づかぬよう。やったやりましたね。遅いです。うちのエネミーでしょ。どうやらでしたかね。先に進みましょう。エネミーを発見。むやみに近づかぬよう。
スナイパーを確認。むやみに近づかぬよう。むやみに近づかぬよう。これでゲートの分散をお願いできました。遅いです。近づかない方がいいよ。行かせてもらいます。セイヤセイ首つかれて勝っていきましょう。アスナ、感謝を。手応えありです。準備は整いました。狙いましょう。あれ、ロジャーボックス。むやみに近づかぬよう。狙いましょう。調子いいみたいね。スナイパーを確認。むやみに近づかぬよう。ヘイトの分散をお願いできます。止まって見えます。ヘイトの分散をお願いできます。これでセイヤヤクリスカで攻撃が集中しています。最高です。調子いいみたいね。少々手荒でしたかね。むやみに近づかぬよう。ありがとうございます。いい感じだよ。ありがとうございます。狙いましょう。狙いましょう。恐縮です。調子いいみたいね。別のエネミーにしない？ステータスさん、
ぜ。攻撃が集中しています。狙いましょう。アッパー、ありがとうございます。行かせてもらいます。遅いです。倒しました。勝負も遅いです。アスナ、ありがとうございます。エネミーを発見。むやみに近づかぬよう。別のエネミーダウン、攻撃を。セイ、やるわ。狙いましょう。狙いましょう。最高ですわ。ステータスダウン。素晴らしいです。ありがとう。行かせてもらいます。ダウン、集中攻撃。ステータスダウン。狙いましょう。ダウン、攻撃を。いい動きね。嬉しいですよ。調子いいみたいね。さすがだね。手応えありです。手応えありです。これで大丈夫。バフをかけるよ。よし、これで。This is your fault. They were safe but covered the entire space. Who does that? Who can even do that? Obviously you. 準備は整いました。敵がいるわよ。別のエネミーにしない。むやみに近づかぬよう。むやみに近づかぬよう。止まって見えますよ。スナイパーを確認。むやみに近づかぬよう。ダウン、集中攻撃。止まって見えますよ。攻撃が集中しています。スナイネミにしない。準備は整いました。スナイネミにしない。回復をお願いします。メッセージさんをお願いできますか。行かせてもらいます。Guys are useless, you know that. 最高ですわ。Good job. No, stop. Hey, go down the stairs. Go down the stairs. Go down the stairs. Go down the stairs. Right. I know there's a... Not you two. Just go down the stairs. Go. Let's go down the stairs. She made it. Oh my god. No, please. 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 これで大丈夫。OK。いい感じ。カンション。シノ、ありがとうございます。やは。セイ。アスナ、カンション。あれ、トレジャーボックスよ。や。
さすがだね。ナイス。ございます。最高ですわ。攻撃が突っ走っています。クリティカルです。準備は整いました。はっ、やっ、しかし遅いです。いい感じだよ。はっ、しかし倒しました。狙いましょう。はっ、はっ、やっ、せい、はっ、行かせてもらいます。ふっ、やっ、よっ、ふっ、やっ、倒しました。チャンスですわ。全部揃ったんじゃないかしら。早いところあの扉を開けてしまいましょう。来るときにアルゴさんに聞いてみたんだけど、カードキーの攻略情報がかなりの速度で広がってるみたいよ。なるほど。数が増えればそれだけ面倒な衝突が起きやすい。そうなる前に早く攻略してしまった方がいい。ただあの扉の向こうは
おそらく手強い敵、つまりボスエネミーが配置されているだろうな。でしょうね。追い上げられる焦燥感はわかるけど、準備はしっかり整えてから向かいましょう。マスター、準備は大切です。私もお手伝いいたしますわ。回復するわね。サポートするね。遅い。マフィア引き上げ。隙だらけよ。使うね。I'll just go back.私もレベルアップしましたよ。レベルアップ、おめでとう。レベルアップです。褒めてくださいませ。レベルアップしたよ。もっと上を目指すわ。